無理さよ。ここが成田空港だな。早速飛行機に乗ろう。ちゃんと往復チケットとパスポートは持ったな。ああ、何度も確認したわよ。それなら安心だな。さあ行こう。ねえ、落ちないかしら。落ちた時のために遺書でも、書いておいた方がいいかしら。おい、縁起でもないこと言うなよ。そんなこと言っていないで出入国カードと、税関申告書書くぞ。け、英語じゃん。私英語わからないよ。おい、じゃあどうして海外旅行になんて、行こうと思ったのよ。今の時代、Google 翻訳ってアプリがあるじゃない。それがあれば言葉のわからない異国でも、安心じゃない。文明の利器ってやつか。今そのアプリを使って書けばいいじゃない。私は書き終わったから寝てるわよ。それは名案だわ。早速スマホでアプリを開いて。できないだから圏外じゃないの。ちょ、助けて、起きて、マリサー。出入国カードは、ともかく、税関申告書が一番苦労したわ。何よ、泊まるホテルの住所って、調べるのにえらい苦労したわ。海外旅行のいい洗礼になったんじゃないのか？ひとまず、なんとかお前が夢だったイタリアに着いたぞ。そうだったわね、イタリアをしっかり満喫しよう。おお、ここが世界最小にして、最大の国、バチカンなのね。国全体が宮殿みたいになっていて、面白いわね。通貨もユーロだったり、入国にパスポートもいらないし、特殊な国だよな。ここがコロッセオだな。古代ローマではここで様々な死闘が、繰り広げられてきたと思うと、心が熱くなってくるね。一応、ここは日本語ではラテン語読みの、コロッセウムらしいぞ。コロッセオはイタリア語だ。ここでは様々なところから捕らえた珍獣なんかとも、戦ったそうよ。珍獣って？虎とかだな。ひえい。水の都、ベネチアね。街の中心部に行くには、途中で車を降りないといけなかったりと。本当に水上都市なのね。移動手段が船だけってのも、面白いわね。一応、中心部にも陸地は、あったりするけどね。と言っても雨が降ったりしたらすぐ冠水するくらいなのだけどね。霊夢、さあホテルの予約画面を。おう、スマホを。あれ、スマホがない。さっきの船に、置いてきちゃった。って、財布もない。これはスリ？おい、どうするんだよ。イタリアにわざわざ野宿するために、来たんじゃないぞ。財布もないってことは帰りの、飛行機のチケットもないってことじゃないか。本当にすまない。そうだ、大使館に行ってなんとかすればいいんじゃない？確かにそれは名案だ。だけどここはベネチアだ。大使館はローマにしかないし、ベネチアからローマまで、500キロもあるぞ。仕方がない。夜が明けたらローマへ行こう。だろ？そうよ、トラックでお金儲けをして帰りの。チケットを稼げばいいのよ。そうすれば、朝が明けるのをただずっと待ってる必要は、なくなるわ。おいお前、それ本当に言ってるのか？雨で頭がおかしくなったんじゃないだろうな。EU1 の物流王になる。